あの寝坊を前提に考えるのはちょっとかわいそうかなと思って連絡はしなかったんよ。連絡はしなかったんよ。みおは信じたんだよね、しばりちゃん。そう、信じたの。信じてたからいいかなって。まあ裏切ったんで、一応スバルはそのディスコードで、あのすいません靴舐めますって打っていきました。すいません靴舐めますって来てた。そう、なんか前日もなんか明日この時間にいたって、スバちゃんだけ反応がなかったんだよね。わかるわかる。そうだからね、ちょっと不安だったんだよね。もうね、ペルソナして倒れてサイン書かなきゃって、サイン書いてもう5時を迎えてやば、気絶するように寝たんよ。だからもう反応する余裕がなかったよ、マジで。そう、スバル以外のメンバーは前日に何持ってけばいいかなとかいろいろわちゃわちゃ会話してたのよ、チャットで。なのにスバルだけが全く反応なくて。まあまあまあ、もうその話はいいじゃないですか。すごい話は長いですから。魚拓っていうか、置いときましょうか、スバちゃんがあの本当にチャットしたっていう証拠を。あ、靴舐めます。あ、そうそう、これだね。お、それ、ほんとすいません、靴舐めます。うわいや、もう本当にやばすぎて、本当に似てる。いや、何をしたら許してもらえるんだろうと思って、もう靴舐めるしかねえと思った、マジで。舐められたくはないけどね。舐められたくはないけども、父ちゃんがその後に頼むって書いてるのめっちゃ面白い。まあまあまあ、そういうところから我々のね旅は始まったと。そうですね。そうだね。ギリ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 乗り込んで、うん、お弁当も買ってね。そう、お弁当抱えてね。そう言ってたもんね、みおちゃん。5分で弁当買ってこい。お前ら5分で弁当買ってこい。はい。そう。で買おう。間に合わなくなっても知らんぞ。ね。買おうと思ってたとこ結構並んでたから、父ちゃんは賢いから別のお店行ってたもんね。まあ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 。そういうことですね。誰やねん、だからずっとそれ。たまに出てくるその人誰なん、ほんま。はい。